お腹ペコペコ。今日のおやつ何？ふんわりもっちり米粉のカルピス蒸しパンだよ。混ぜてレンジでチンするだけ。ヘルシーで美味しいの作ってくよ。やっほーい、めっちゃ楽しみ。型の準備。今日はシリコーンプチケーキ型を使うよ。電子レンジで使うのに大きすぎる場合はカットしておくのがおすすめ。柔らかいのでお皿を敷いておくと移動がしやすいよ。直接生地を流せるけれどグラシンカップを使うと仕上がりが綺麗なのでおすすめ。代わりにココットに油を薄く塗ったりグラシンカップを敷いたものでも OK。 生地作り。ボウルに卵を割り入れてしっかり混ぜてね。カルピスの原液、豆乳を入れて混ぜるよ。カルピスの原液に多く含まれている乳酸菌は腸内環境を改善して肌の調子を整えてくれるよ。なるほど。米粉、ベーキングパウダーを入れてね。粉気がなくなるまで手早くしっかり混ぜるよ。米粉は商品によって吸水率が異なるので生地の様子を見ながら水分量を調節してね。これで生地の完成。あっという間だね。あと少しだよ。やった。型に生地を流し入れてね。トントンして空気を抜いたらレンジで加熱ゴーゴー。チャンネル登録よろしくね。600ワットの電子レンジで1分30秒加熱してね。おお、もこもこしてきたにゃん。取り出したら竹串チェック。ドロッとした生の生地がついてこなければ OK。 少し冷ましたら型から取り出すよ。えい。おお、きれいに取れたにゃん。型に入れたままだとそこに水分が溜まってべちゃっとしてしまうので早めに取り出してね。粗熱が取れるまで冷ましたら食べ頃だよ。早く冷めろ冷めろ。米粉のカルピス蒸しパンの完成。グッドボタン押してね。いただきます。うん、爽やか。ほんのり甘酸っぱいカルピスの風味がいいにゃ。もちもちでうま。この食感癖になるね。美味しくって止まんにゃい。食べきれない分は乾燥しないようにラップをしたり保存容器に入れてね。食べるときに600ワットのレンジで10秒くらい加熱するとふわもち食感が復活するよ。ぐるぐる混ぜてレンジでチンするだけの簡単レシピ。皆さんもよかったら作ってみてね。最後に米粉を使用するメリットを紹介するよ。米粉ってすんごいにゃん。僕ちもっと米粉食べて綺麗なお肌になりたいにゃん。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。